てみようかな。ちょっと急すぎるか。やっほー。お盆の、休みに入ったということで、まあ、僕らは、通常通り教室営業してるんですけれども、まあ、この休みの間に、お家でものづくりを楽しんでほしいなということで、ちょっとこんな簡単な、お家の作り方を説明したいと思います。これ僕らですね、ボランティアで子どもたちに遊んでもらうように合板から、作っているものです。もう合板6枚で、できるので実質すごい安くできます。で、加工の方法もすごい繰り返しで簡単なものなので、まあ、ぜひ、ね、今例えばコロナとかで、結構皆さん、お家で外に出れずに辛い思いしているお子さんや、もちろん、お父さんお母さんもそういう形で、ステイホームなかなか、外出できないということが続いていると思います。で、まあ、家族でこういうものを作って家の中へ、もしくはまあ庭みたいなもので遊んでもらえればなということで、お部屋の中にまた自分の、居場所を作るみたいなことをテーマにですね、このちょっと簡単な作り方っていうのを、お説明させていただきたいと思います。まあ、このミニミニハウスの作り方っていうの自体はまた、図面などで、提供させていただこうかと思います。でですね、今日は、例えばこういう、ホゾですね、差し込み、こういう差し込み式でこういう形で頑丈に組まれてます。で、その、差し込みの方法っていうのは至ってすごい簡単な作り方になります。その説明っていうのを、かいつまんで、させていただきたいと思います。大体何日ぐらいかかったこれ、時間で言ったら、何日でしたっけ時間で言ったらでも頑張ったら1日でできるみたいな。そうですね、はいはいはい、同じ作業ばっかりですね。そうですね、はい、こういう形で入り口があって、でじゃあどれぐらい頑丈かって言ったら、普通にちょっとや外じゃびくともしません。で、これが合板が6枚で全部構成されてます。で屋根がこういう形で刺さっていて、で、結構ほんと頑丈なので塗ってみようかな。ちょっと急すぎるかこういう形で大人が乗っても全然大丈夫な形ですね。どうやって降りようかどうやって降りようかな。よいしょ。合板っていうのはこうクロスバンドされてますのですごい丈夫です。じゃあ、今日はじゃあこの合板をどうやって加工してこの凹凸を作っていくかっていうのを、重点を置いてちょっと説明させていただきます。はいではですね、ここに、サンプルの合板を2枚用意しました。12ミリのものですね。これがこういうふうに刺さるというような形で考えてます。で、今これ幅が一応900に切ったんですけれども、この900のものを単純に5等分してあります。だいたいここの凸の部分と、凹んだ部分っていうのが、均等にしてやると計算が楽かと思います。で、そうした時に、この凸の部分と凹んだ部分、デコとボコの部分は奇数になります。はい、それが一番綺麗な作り方ですね。ですので900割る、今回は5をしてあります。900割る5は、なんぼ180ですね。で180ずつ線を打っていくというような形です。で、まあそういう時にですね、まあ、わざわざこうやって測るのも面倒なので、切れ端とかで180の長さの切ったものをもう定規で作っておくといいですね。じゃあここが180ですね。で、まあ、こっち側にもこう線を引いといてやってもいいかもしれません。次はここから180、180、まあ、ここら辺は後で調整すればいいのでほぼほぼで大丈夫です。はい、そうするとここの部分を落としますよという形にしましょう。はい、じゃあこれがここにこう刺さるようにしたいので、ここに穴を開けてやりましょう。じゃあどれぐらいって言ったら、これは任意です。ここがあんまり薄いとパリってここから裂けてしまうので、まあ大きければ大きいほどいいかと思います。25にしようかな。25、25、はい、この線を結んでやります。で、ここに穴を開けてやります。この上の線から覗いて、印をつけてやってください。まあ、さっきと同じように、18のものを使ってもいいんですけれども、とりあえず上からまっすぐ下ろした線
クリアランスとかとりあえず考えずにこういう風に引いてやります。はい、じゃあこれで写し取られました。ここの部分が穴になりますよという形です。で、この合板の厚みが12ミリですので、ここに12ミリの幅の、穴が開かないといけません。はい、じゃあ真ん中から12ミリですので真ん中から6ミリですね。6ミリ端っこ、真ん中から6ミリ端っこ、はい、でこっちも同じく真ん中から6ミリ、6ミリ、まあこの辺は大体で構いません。はい、じゃあ大体こんな感じの穴が開きますよというのが、はい、こうですね、こんな感じですね。はい、こういう形ですね。じゃあ実際に加工していきましょう。いろんなやり方が、ありますね。じゃあまずこの穴どうやって開けますかという形になります。でですね、ここ一つは、トリマー、トリマーで、掘っていくやり方があります。トリマーをお持ちの方はお庭とかでやってみてください。でもう一つ、じゃあこっちの穴の方はどうしようかな、ドリル、ドリルと、どうしよう、まあ丸ノコでもいいですね。丸ノコ、ジグソー、切断道具で切っていってやりましょうという方法でいきましょう。お持ちの道具、まあ丸ノコじゃなくて手ノコでもいけるかとは思います。はい、であとはじゃあこっちですね、ここの部分、ここ何でいきますかと言ったら、まあ手ノコでもいいんですけど、まあ端は丸ノコにしときましょうか。で、ここはじゃあジグソーでいってやりましょう。はい、最後ここ手でいきましょうか。はい、こんな感じで、ちょっとこの凹凸の作り方っていうのを、お伝えさせてもらいます。はい、じゃあもう早速やっていきましょう。まずはこのトリマーで穴を掘るやり方からですね。はい、ではまずこの穴を、トリマーで開けていきます。トリマーを買うと大体このトリマーガイドがついてきます。またトリマーの使い方に関しては、皆さん、僕らのその動画などで、ご参考ください。上に概要欄を貼っておきます。トリマーの正しい使い方ですね。はい、そのガイド以外でジグを作って掘っていくってやり方もあるんですけれども、それもまたそこの動画を参照してもらえればと思います。はい、じゃあこちら今日はこのガイドでやっていきましょう。もう大体目分量で構いません。結構僕ら、こういうのは適当です。別にここが何ミリになろうが別にそんな厳密にいろいろ変わるわけではないので、はい、ではこれで先ほど引いた線に大体合わせて、はい、でトリマーには今これ12ミリのビットがついてます。つけてくれたん、はい、はいはい、OK。 じゃあ、ここを今トリマーで掘っていきましょうという形です。はい、で今ちょっとカメラ振ってもらうとして、これもしトリマーをお持ちの方は一回一回別に変える必要ありませんので、これバーッといって今度はこっち側もバーッといってもらったら、全然それで OK ですので、はい、だから、まあ、トリマーがあったら結構早いですね。じゃあ早速やっていきましょう。トリマーっていうのは、まあ、そのトリマーの動画でも説明したんですけれども、2ミリずつか3ミリずつぐらいしか掘れません。でこういう形でセットしてもらって目分量でガイドを合わせます。はい、では掘っていきます。いい？はい、僕の設定ミスで25ミリを超えてるかと思うんですけれども、まあ、問題ありません。はい、じゃあ深さを今度4ミリにします。もうその繰り返しですね。どんどん深く掘っていってあげましょう。ということでですね、これで今トリマーで、穴が開きました。トリマー綺麗ですね、こういう形で。で、さっきここにこういうふうに中心線をつけたんですけれども、それよりも
トリマーでこの円の半径よりも若干5ミリぐらい大きめに作っておいてあげるといいかと思います。だからこの線を多少超えてしまおうという形ですね。はい。で、別にここがブカブカだからといってそれが強度などに影響することはほとんどありません。ですので、とにかくまあ5ミリから、もう1センチぐらいでもいいかと思います。ちょっと大きめに掘っといてやるというのが一つの、味噌ですね。じゃあ、これが今入るかちょっとチェックしてみましょうか。おそらくきついと思います。これ最終的に入るようにするにはここを、あ、でもいい感じで入りますね。はい、楽しいですね、これパズルは。はい。じゃあ最終的にここサンダーとかで、研磨するとですね、しっかりスポット入ってくれるようになるので、今のところはクリアランスはそんなに気にしなくて大丈夫です。はい。では続いてこちら、ドリルで穴を開けて、でこれをジグソーで切っていきましょうねという方法でいきましょうか。ではですね、今度はこちらドリルで穴を開けて丸くして、丸い端っこを作ってやりましょうという形になります。さっきここが中心の線になるので、まあ、目分量で、まあ、どうしようかな、8ミリぐらいこっち側に開けてやりましょうか。こちらに穴が開きますよと。はい、同じくこちらもここから8ミリぐらいのところに穴を開けますよという形になります。はい、じゃあそこを狙って、これで穴を開けていきます。で、これ、穴を開けやすい、もう貫通穴を開けるとかだったらですね、スター M さんの、竹用ドリルというのがあって、そういうものだったら、きれいに貫通して、した時にバリが出ずに穴が開くんですけれども、まあ、なかなか、それをわざわざ買うとか、まあ、12ミリのものを、用意するっていうのは大変だと思います。で、まあ、おすすめは、ネジ切りビットと言います。ここの先がネジになっているものですね。これだと結構女性でも力をかけなくてもネジがどんどん勝手に先導して入っていってくれますので、回った分だけですので力がなくても扱いやすいと思います。で、ただ貫通するときに向こう側にバリが出たらお子さんが遊ぶものすごい危険ですので、ですのでバリが出ないように下に当て材をきちんと当てといてやりましょう。じゃあ12ミリのもので穴を開けていきましょう。今度はこのラインはできるだけ正確に合わせた方がいいですね。さっきのトリマーはガイドがもう物理的に決まっていたので綺麗に開くんですけれども、今度はこのセンターラインできるだけ狙ってきちんと開けてやりましょう。はい、これで穴が開きました。ちょっとひっくり返してみますね。カメラそのままで大丈夫です。はい、まあ、やはりちょっと多少バリは出るんですけど、こういう形で綺麗に、開いてますね。はい、じゃあこうするとどうなるか。はい、ここら辺がもう飛んでますね。まあまあ、最終的にサンドペーパーかければいいんですけど、こういうふうにやっぱり材料が弾けて飛ぶところが出てくるというような形になりますね。なのでできるだけ当て材をしてあげてください。じゃあジグソーで切っていってもいいんですけど、まあ、電動工具にあんまり頼りたくないと、音がなかなか、近隣に迷惑がかかりそうだという方は、こういう引き回しのこみたいなもので初め切っていってやってもいいかと思います。こういう形でですね、この丸の頂点のところに先端だけを入れておいて、ノコギリは入りませんので、そういう時にこの小回りの効く、引き回しノコみたいなものがあるといいかと思います。はい、こういう形でザクザク切っていってやるというような形もありだと思います。で、ジグソーがある方は、はい、でこの時まっすぐできるだけ切りたければ何かガイドみたいなものを当ててやってもいいかと思います。ジグソーにもここにこう当てるガイドみたいなものも一緒についてきたりするので、そういうものを使ってもらっても構いません。でもまあ僕は、定規をわざわざ当てるのが大変なので、指でこう大体で、定規をここに作っておいてやります。これで切っていってやりましょう。はい、こういう形で貫通しました。まあ、そんなに綺麗に切ろうとは思わなくて大丈夫です。
はい、じゃあ今度丸ノコを使ってやってみましょうか。丸ノコの使い方っていうのもまた、別の動画で上げてますんで、そちら参照してください。ここにガイドがついてます。で、これ、ガイドがちょうど今この端からちょうど、ここのゼロポイント、もしくはこの刃の部分ですね、刃まででここのラインに来るようになってます。で、これ、よく覚えておいてほしいんですけれども、丸ノコって通常板をバーッと切るように使うんですけれども、これ結構特殊な危ない使い方です。なんでかというと、途中からこう入れるっていうのは丸ノコではあんまり推奨しないんですね。でも大工さんは普通によくやったりするんですけど、まあもし、一応慣れてるよという方はちょっとやってみてください。で、こういう形で上げておいて、ここのヘッドの部分をちゃんとガイドとヘッドがこういう風になるようにきちんとつけておきます。で、丸ノコのベースを浮かしてあります。これがなかなか危ないところですね。で、かつそれだけじゃなくて、ここの安全カバーが引っかかりますんで、これを上げといてやります。なので、刃に自分の手がちょっと近くなるので、これがちょっと怖いところですね。あと、材の途中からこう入れるので、キックバックみたいなものもちょっと怖いですので、体が必ずこの後ろにないようにしてあげてください。じゃあちょっと一回やってやりましょう。はい、こっちを壁に押さえて安全カバーを上げておきます。はい、これでこういうふうに穴が開きました。で、この時にですね、ここ丸ノコの刃っていうのは丸いですので、下の部分がどうしても残ります。それ以上いってしまうとここに切り込みが入ってしまうことになりますので、これは最終的には手になりますね。ノコギリで最終的に落としてやる、はい、こういう形ですね。これでこちらのトリマーと似たような形で穴が開けられました。まあ、きちんとした直線を出したければ、まあ、丸ノコだったりトリマーを使ってあげた方がいいですよと。でも、その直線という精度にこだわれなければ、ジグソーでも大丈夫です。はい。じゃあ、こちらもちょっと一回チェックしてみましょうね。はい。こういう形で、ちょっときつめですけど、入る形になります。全体的に基本は緩めに作っておいた方が、いいですね。この保存に入るところが、1箇所2箇所どっちもきついと実際に入れるときかなり大変です。ですのでちょっと緩めにスコスコなぐらいに作っておいてあげてください。はい、じゃあでは次はですね、これに入ってくるこの保存の凸の部分を作っていってあげましょう。で、こちらは丸ノコでいって、こちらはじゃあ、ジグソーでいきましょうか。で、こちらは手でいくというような形で3つに分けてやっていきます。はい、ではそのまま丸ノコが今の設定になってますので、いつもお伝えしているこのフリーアングルみたいなものでこう合わせていただいても構いません。こういう形でですね。でも、まあ、今そのままこのガイドがついていますので、ガイドをもうここにこう合わせちゃいましょう。よし、 OK。これで切り込みが入りました。はい、カットしてやります。角よりはもしであればここ初めに丸く穴を開けておいて、その丸の頂点から結んでやるっていうような形でもいいかと思います。まあ、今回は、単純に丸ノコでいきました。こうやって、ガイド当ててやることもできるんですけれども、切れ落ちる部分にガイド当てるっていうのは基本危ないのであんまりしません。ですので、まあこれだけ距離が短ければ別にフリーハンドで全然問題ありませんね。はい。では、じゃあ今度こっちの方ジグソーでやってやりましょう。ジグソーはこの刃渡りがありますので、こういってこう曲がることができません。ですのでこの場合はこのドリルで穴を開けておいてあげないといけませんね。当て材をしておいてあげて、
はい。こういう形で、切ることができました。ちょっと言い訳するとですね、あの合板ってノコギリの刃をすごい傷めます。これ一般皆さんよく知らないんですけれども、合板って中にすごい硬いボンドが入ってるんですね。なのでそれをノコギリで切っていくと、すごいノコギリの刃は傷むんですね。ですので杉とかヒノキを切る用のノコギリっていうのと、こういう合板を切る、ノコギリっていうのは必ず分けておいた方がいいです。なのでこれも今結構ボコボコですね。ノコギリの刃がすごい悪い状態になってます。こういう角が一番危ないので、角をこういう形でもう落としておいてあげてください。ジグソーで構いません。形はできたんですけど、細かい仕上げがまだですね、バリささくれが立つので、できたらトリマーで面取りをしてあげた方がいいと思います。面取りについてはまたトリマーの動画を見てください。まあ、トリマーがない方は少しだけでもサンドペーパーでこういうふうにバリを取っておいてあげた方がいいですね。合板って結構このささくれが指にチクチク刺さります。こういうふうに鳴らしておいてあげるといいかと思います。で、あとはまあこれ12ミリの厚みのものに12ミリの穴掘ってるので、かなりこの幅がきついと思います。で、そういう方は電動サンダーでここを落としてもらう、表裏ですね。まあ、ここの穴を広げるっていうのはなかなか大変だと思います。ですので、まあ、こっちの方を薄くするという考え方でいきましょう。はい、ではですね、今度、できたものを組み立てていこうと思います。入るかな。叩いて、ゴムハンマーとかだと音がしなくていいと思います。はい、じゃあこういう形でしっかりはめ込むことができました。で、僕今金槌、木槌で叩いたんですけれども、僕らは子どもたちにボランティア用で遊具として持っていくときに片付けやすい、組み立てやすいように結構ゆるゆるにしてます。はい、金槌使わずにもう手でもうスポッと入れて組み立てていくような形にしてます。で、あとはこれ遊んでるうちにこう抜けてくることがありますので、ここ輪ゴムやゴムバンドなどで巻いておくと抜け防止になるかと思います。はい、じゃあこういう形でですね、しっかり組むことができました。これでこういう形でもう一つの壁を作るっていうのも手だと思います。ソーシャルディスタンスですね。ということで、じゃあまとめに入ります。はい、ではですね、こういう形で結構お手軽に作れますよということで、これの繰り返しです。あとはもうプラモデルみたいなパーツにして、で邪魔になったら折りたたんで、まとめて板として保管しておくみたいな形で、幅を取らない。まあでもできたらね、めっちゃ幅取るねこれそう、僕らは、大きいイベント施設などで子どもたちに遊んでもらうようにサブロクの板、1820×910 で作ってて、これだけ大きくなるんですけれども、まあ、車にポンと積んで、乗っけていけるような形ですね。で、僕らこれに滑り台機能をつけたりもして、提供して遊んでもらってます。すごい人気ですね。で、まあ、今の時期なかなかやっぱりそのご自宅で、自分のスペースみたいなのが、ないお子さんもたくさんいらっしゃいます。だから、まあ、こういうものがちょっと家の片隅、庭にでもあって自分の空間みたいなものを楽しめたらいいなと思って、で、まあ、このお盆の時期にちょっと提案させてもらいました。作ってみたっていう方がいらっしゃったら、すごい嬉しいことですね。はい、お手軽にできますので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。はい、ということでですね、僕らも教室やってるんですけど、距離について結構、考えたり注意したりしてることはたくさんあります。なんですけれども、こういう形で、全国の方に木工の、楽しさっていうのを分かってもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、それではまだまだちょっと不安な時期が続きますけれども、また動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。